皆さん、こんばんは。今日は2024年3月7日木曜日です。今日のテーマは中国ですね。今年の経済成長率は5%前後と発表されて、これについて話をします。また、中国の配達員、すごい悲鳴を上げました。多くの方は辞めました。そして、 中国の配達業ですね。潰れるか改革するのかですね。中国の大会といいますが、自民大会ですね。李強首相は2024年、中国経済成長目標について5%前後ですと発表しました。これは去年の目標と同じなんです。なので、まずですね、去年の目標と今年の目標。 同時にですね、比べてみて話をします。去年の目標と今年の目標ですね、基本ですが、ほぼ変わっていません。つまり、今年の大会ですが、実はですね、あまり意味がないです。失業率について、都市部の調査失業率は5.5%前後だと発表されて、これも去年と同じでした。また、部下指数の上昇率、 3%前後ですと、これも去年と同じです。住民の収入は増えているし、経済も絶好調ですよと、この発言も去年と同じです。そして、国際貿易の支出について話がありました。バランスがよくて、つまり輸入と輸出のバランスがよくて、とてもいいんです。去年ですね、輸出を促進して、支出を上げましょうと。 ただし今年はですね、輸出については触れていません。つまり中国政府は自信がないんです。原因はですね、去年、中国の輸出は4.6%下落してきました。今年もですね、下落するでしょうと思われます。また、食料の生産量について1.3万金以上。これも去年と同じです。でも、2024年、 今年ですが、環境を注視するという姿勢を出しました。GDP 単位あたりエネルギー消費量を2.5%前後減少すると目標にしました。最後ですが、李強首相は発表しました。GDP 成長5%前後とは簡単にはできません。各部署、政府の同士はみんな政策を考えて、 努力する必要がありますよというふうに発言して終わりました今年の経済成長ですね5%前後なんですがこれはですね実に実現は私はありえないと思うんですよ原因はですね今年の経済はきっと去年より悪化すると思いますので今年の経済ですね5%前後ですよと目標にして発表しましたでも最後ですが 5.3%経済成長できたんですよと発表されました。しかし、この数字についてみんな信じません。つまりですね、私は思いますが、去年中国の経済はマイナスでなくてもですね、成長はなかったと思います。でも中国政府は堂々と2022年の GDP に関する数字を修正して、また2023年 GDP に関する数字も改ざんして、 なんとかですね、5.3%だと発表できました。去年 GDP の成長はゼロとすればですね、今年はマイナスだというふうに思います。つまり、この目標はですね、実に発表されても国際投資機構はみんな信じません。原因はですね、中国の李強首相の経済策について、これから話をしますので、 中国政府はですね、経済刺激策が全くないんですよ。つまり政府にはお金がないんです。またコロナ3年間ですね、ありました。それから2023年1年間ですね、合計4年間ですが、統計局ですね、たくさんの数字を改ざんしました。特に2023年でしたが、たくさんの数字を改ざんして、国際社会も信じなくなったんですよ。そして、 中国の経済は下落してきて、スピードですね、どんどん加速してきました。下落することを止めることがものすごい難しいんですよ。例えば、この強い中国政府にも対応できない状態です。また、中央政府財政の施策について話をしますが、赤字をですね、拡大しましょうと。前年度から1800億元、前年度はですね、約3兆 6千億元でしたが、拡大して4兆600億元にしますと発表されました。そのうち地方政府の専用債務は3兆元です。これについて1000億元増加です。また、国民のために重要プロジェクトを推進するため、今年から数年間かけて超長期の国債を発行します。国家の 重要プロジェクト。特に国家の安全に投資します。例えば人民解放軍ですね。今年は1兆円ですよと発表しました。以上の情報を見て、中国政府にはやはり余裕がなくなってきたよねというふうに思います。つまり政府はですね、財政の施策で経済を良くすることはできません。通貨の施策についてですが、金融緩和をしますよ。 社会に対して十分な通貨を提供します。物価の上昇、経済の発展の事情を考慮します。効率よく重要な産業、弱い産業に資金を提供します。資金、資本の運営の効率を上げましょう。自民、権の冷凍と安定が大事ですよと言ったんですよ。実はですね、中国政府はすごい困っています。アメリカは いつ利下げするでしょうかすごい気にしているんですよ。アメリカはですね、利下げしなければ外貨の流出は止まりません。つまり、原の冷凍ですね、実に危険です。もし中国政府は通貨の政策を調整すると、原の冷凍ですね、崩れますので、原安、ドル高となってしまうので、これは間違いないです。しかし、原安ですね、なってしまうと、 外貨の流出ですね、さらに加速するんですよ。ただし、中国の貿易にとってはいいかもしれませんが。でもですね、中国政府は嫌です。つまり、中国政府には通貨の施策もないんです。また、人民銀行はずっとですね、金融緩和をやってるんですよ。ただし、社会には需要がないんです。大事な不動産についての施策ですが、 リスクを管理して警戒する。新しい時代にある不動産市場に合わせて行動する。不動産市場の需要と供給の変化を予測して、新しい不動産市場を促進するんです。保証制住宅、つまり、市営住宅ですね、の建設、供給をします。住民の住宅の需要を考えて提供するんです。 家業家の不動産市場を支持するんでするでよと、李強首相は言いました。つまりですね、これは何もないんですよね。私は前の動画で話をしましたが、中央の不動産ですね、もう終わりですね。つまり今後ですが、中央政府ですね、推進するのは地方政府が市営住宅を運営するんですよ。国民に基本ですが、自分の住宅に住んでもらいます。当然ですが、 家賃でですすすね、政府が管理するんですよ。まだ地方政府の債務の問題ですね。これも大変ですが、これについて発表されました。今後、高い支出の発展をしていくんです。政府の債務を管理するシステムを作ります。政府の、これはですね、政府とは地方政府のことですね。地方政府は上です。地方政府の債務を監視する、監督するんです。 地方政府の企業の革新を支持する、金融システムの安全が大事ですよ、と言ったんですよ。つまり、地方政府の債務ですね、解決方法はありません。ちなみに、現在ですね、中国には12個の省、あるいは地域ですね、政府のインフラ投資、インフラ工事は中止の状態です。この状態で、その地域の経済ですね、良くなることはありません。 そして首相ですね、最後のレポートですが、そういう対策ですね、あるいは方針ですね、指導されました。暗転の中で発展しよう。戦立、高パーですね。これはですね、スプラップビルドと言います。意味としては、古いものですね、破壊する前に新しいものを作りましょうと。各地方政府は、あるいは機構ですね、 経済の成長のために産業の発展のために良い政策を作りましょう。特に就職、雇用の環境を良くするために良い政策を慎重に作りましょう。産業の縮小、あるいは経済発展を抑える施策を出さないようにしましょう。高い品質の発展を支持するように政策を作りましょう。そういった指導方針もありました。実はですね、中国の大会において 首相のレポートがとても大事なんですよ。これはですね、去年のまとめてもあるし、と今年の1年間、政府の目標、政府の政策の指導方針ですね、発表されます。なので、外資系はですね、特にそうですが、外国の投資機構ですね、みんな注目してきました。ただしですね、今回はあんまり内容はないんですね。中部の経済ですが、すごい悪化しているのですし、 下落ししてていまますよねとみんなわかってきました。でも中国政府としてはやはり安定が大事です。進歩によって安定を促進するよと言ったんですよ。ただしですね、これもおかしい話ですが、経済が下落しているのに安定ですら難しい状態ですね。進歩とは経済の成長なんです。安定とは現状維持、あるいは大きく変動しないことですね。 つまり、必要な条件ですね、それぞれ違いますので、進歩しながら安定を促進とはあり得ません。この表現自体がおかしいんです。そして、戦率高パと言いますが、スクラップビルドと言いますが、まずですね、これもあり得ません。何もかもですね、破るのはですね、いいんですが、つまり、その業界、その産業を潰すという意味です。改革しようという話ですね。例えば、 中国ではですね、学習中という産業は終わりました。本来ですね、この産業を潰す前に、学習中の代わりにですね、何かが産業を支持するんですよ。本来はですね、それから学習中を潰すよねっていう形ですが、でもですね、習近平は潰すことをやったんですよ。学習中の代わりに何もないんです。最もおかしいのはですね、各政府の機構は 経済成長のために産業の発展のために良い政策を作りましょうという主導方針がありました。これはですね、絶対にありえません。例えばですね、中国では反スパイ法律があります。国家の安全を強化して国家データ保護法律ですね、もあります。なので、中国の社会ではですね、とにかくスパイ探しやってるんですよ。これはですね、交通機構の バスですね。バスのシートの後ろにですね、ってあります。スパイ探しましょう。スパイだと思ったらですね、この電話にしなさいと。電話したらですね、あの、告発したらですね、あの、賞金ありますよと。そしてここにも書いてあります。各団地にはてるんですよ。これはですね、スパイいたらですね、早く通報してくださいと。そして、首切るんですよと言います。それからですね、 中国の SNS ではですね、そういう情報を発信されるのですよ。この人は顔は見えません。マスクしています。そして帽子もですね、かぶっています。怪しいですよね。なので、この人はスパイでしょう。写真を撮って通報するんですよ。なので、中国の社会ではですね、実はスパイ探ししてるんですよ。そしてですね、これも同じですが、各団地にはですね、説明会あったんですよ。お年寄りさんですね、集まって、 話をします。スパイかどうかですね、どういうふうに判断するでしょうか。とにかくですね、スパイは大事ですよ。国家の安全が大事ですよ。スパイは探しましょうねと言います。みんなの周りですね、絶対スパイいる,いるのですよと言います。そして、ここにも書いてあるんですが、団地の旗ですね。みんなですね、この団地に住んでいる住民ですね、目をですね、しっかり、えー、開けてですね、そして外国から帰省した ま、帰ってきたですね。あの、中国人ですね。それも報告しなさい、しなさいと言います。なので、社会でスパイ探しをしている状態で、中国ですね、帰ったら、出国はできなくなってしまうねっていう考えですね、やはりあります。まだ外国人ですが、中国への渡航ですね、とても危険なんですよ。この状態で、中国の経済は良くなるとは、私は思いません。 そして、昨日の動画で話をしましたが、上海の空港ですね、発表されました。今年の1月と2月、つまり先月と先々月ですね、外国から入ってくる外国人ですね、わずか2000人なんですよ。残りですね、人はみんなマーカオと香港人ですね。この2000人ですね、そもそも中国の春節のために、 帰省した元中国人がメインです。つまり、上海の空港ですらですね、外国人がほぼですね、利用しない状態なんですよ。つまり、上海というのは中国の玄関なんですよ。北京もあるんですが、でも、一応ですね、上海の方が金融、まあ、街ですね。なので、上海が大事ですね。この状態で、外国人観光客来ません。外国人の出張ですね、方は来ません。そうすると、 中国のですね、経済は良くなるとは思いません。投資家も来ないですよ。そういう話ですね。現在ですね、ちなみに習近平はですね、戦率高パと言いながらですね、宅配業者のことをものすごい叩くようになったんですよ。配達員ですね、荷物を持って必ずですね、受け取り人の手に渡しましょうと。例えば、玄関の前に置いとくとか、 宅配ボックスを利用するとか、あるいは周辺の売店に置いとくとか、これは一時保管と言いますが、全部禁止です。法律ですね、決められています。この状態でどうなるでしょうか。3月4日ですね、実はすぐにですね、一つの情報がありました。配達にですね、ものすごい悲鳴を上げました。これは動画でしたけ,けれども、一つの配達業の拠点ですね、宅配拠点ですが、 配達員さんですね、4名、ししました。この配達の拠点ですね、大変なんですよ。荷物が溢れるんですよ。配達員は急に辞めてしまったんですね。原因はですね、ネットで訴えられました。やってはいけませんと言ったんですよ。これは大変なんですよ。そして、話によりますとですね、配達業者さんとはですね、一つの地域において、基本ですが、一つの会社には一つの 代理店があるんです例えばですね、この代理店はトラックがですね、到着します。それから荷物を分けるんですよ。これは地域と団地を決めていくんですね。1000人の配達員がその地域の担当となります。配達の代理店がですね、店長さんあるいはオーナーさんですね。基本ですが、個人、事業主なんですよ。加盟しているという形ですが、 一つの荷物ですね、サイズ、大きさにも対象よるんですが、基本ですね、5毛です。つまり0.5元ですね。約10円ほどですが、日本円で言えば10円ほどですね。配達員の給料体制ですね、基本は賠償であって、ただしですね、基本はこの会社の寮に住み込みっていう形ですので、家賃は無料が多いんです。でも、電気代、水代、 食事代ですね、全部熟不分ですが、でも家賃は無料です。そしてですね、平均ですが、一人ですね、一日あたり300件の荷物を配達するのが基本なんですよ。これがなければ逆におかしいんです。一部のですね、荷物を配達、タコハイボックスですね、売店に一時保管します。ただしですね、売店にしてもタコハイボックスの利用料発生するんですよ。これは、 配達業者ではなくて、配達委員さんがですね、負担するので、2問から3問です。ついの収益から、実はですね、すごい減るんですよという意味です。でもですね、売店と配達、宅配ボックスへの送る配達員はですね、これは1000人なんですよ、実は。なので、こういうふうにですね、実は楽かもしれませんが、例えばですね、ビルの階段は、 登らなくてもいいんです。少しは楽のようなイメージですが、ただしですね、1日はですね、配達量がものすごい多いんですよ。やはり媒体とボックスに入れていきますので。1日ですね、700個、800個の荷物を送らなければいけません。なので、このような配達員の月収ですね、6000件です。約12、13、4万円ですね。 そしてですね、700個、800個の荷物をですね、ボックスに入れる、あるいは店舗に、売店にいるんですね。勤務時間は約ですが、14時間か15時間ですね。つまり、時間は長いんですよ。ただしですね、配達員の入れ替わりがものすごい激しいんですよ。つまり、安定した仕事ではありません。そしてですね、古い方ですね、先輩は辞めますよと、先に申告して、新人さん募集されて、 すぐに降るんですが、でも訓練ですね、慣れるにはどうしても1週間から2週間かかります。でもですね、現在は多くの配達員はですね、やはりやってはいけませんと悲鳴を上げています。急にやめたんですよ。それで荷物の配達はですね、できなくなってしまうんです。原因はですね、荷物の受け取りにですね、電話して先端の方に電話して苦情を言います。それで、 苦情いたらですね、代理店のオーナーさんは罰金されるんですよ。そして、これからですが、オーナーさんですね、もう大変ですので、配達員さんは不足で困ります。そして、苦情が多くて、どうしても罰金されます。そうするとですね、これから配達業者の代理店ですね、閉店してくるでしょうかと思われます。つまり、これからですね、配達業者が大変なんですよ。そのことをですね、やはり配達員として勤務してきましたので、 こういう事情をですね、説明しました。実はですね、消費者は結構苦情が多いんですよね。例えば、配達業者さんですね、どうしてもボックスに入れます。あるいは近くにある店舗ですね、お店にいるんですよ。取りに来てねとメッセージが来ます。これは非常にですね、不便ですよという方はいらっしゃいます。ただしですね、これは根本ですが、消費者と配達員の問題ではありません。配達員ですね、やはり消費者の手元に 届いていいんですよ。というふうに思ってはいます。ただしですね、料金は安すぎです。つまり、利益はないんですよ。中古のショッピングサイトですね、9.9件の荷物を買っても無料、配達が多いんですよ。これは基本ですね。つまりですね、約200円のものを買ったらですね、荷物の配達量は無料ですよっていうサイトですね、ものすごい多いんですよ。基本は無料です。原因はですね、競争が 激しいからです。例えばですね、ネットショッピングサイトに対して送料ですね、あげますよと言ったりですね、他の会社がやってくるんですよ。なので、配達業者ですね、どうしても配達料ですね、配達料金ですね、値上げしたくてもできないんですよ。もしですね、要求しなければ料金もですね、値上げありませんので、それに対してやはり良いサービスはできません。なので、どうしてもですね、 一件の配達量ですね、安いわけですから、どうしてもですね、食べていくには量が大事なんですよ。そして、配達員さんの収入が多くないので、現在ですね、逆に通報の電話がとても多いんですよ。例えばですね、電話して、あなたはいつ家にいますかと聞いたらですね、私はいいですよと、どこどこに置いてくださいと言います。ただしですね、そこに置いてしまうとですね、通報されます。もしですね、通報されましたら、自分はですね、 罰金は1万件から3万件取られます。その方ですね、1万件取られました。なので、おかしいですよね、と言います。給料ですね、2ヶ月の給料を切ってしまうんですよ。これをやってはいけません、となったんですよ。結果ですが、どういうふうになっていくでしょうかその方が分析しました。消費者ですね、どうしても値上げしなければいけませんので、消費者に対してですね、なので、値段はですね、消費の値段は上げます。か、 配達料金ですね、上がるかですね、上げるかですね。つまり、今の状態ではやってはいけません。今の状態ではですね、やってはいけないというのはですね、荷物が多くて、しっかりですね、配達はもうできないんですよ。この状態で値上げしなければいけません。ただしですね、値上げできるでしょうか例えばですね、値上げしたら、消費者ですね、どうしてもネットではもう買いません。周辺にある店舗ですね、行きますよとなってくるんですよ。なので、 ネットの店舗も大変なんですよ、実は。あるいはネットのサイト、ショッピングのサイトも大変なんですよ。なので、この状態ですね、今はですね、バランスをまた取れていませんので、どういうふうにです、ね、改革をするでしょうか。今のところですね、まだ見えていませんので、ただしですね、今のところはちょっと混乱している状態ではありますが、この状態ですね、しばらく続くと、中国の経済の発展にも良くないなんですね。ただしですね、すぐ収まるといいんですが、 今のところですね、やはり新しい法律は実行されたところですので、その影響ですね、まだしばらくは続くでしょうかというふうに思います。また、中国の経済、あるいは社会の順についても話をしたと思います。この動画はここまでにしたと思います。最高、いいボタンをお願いいたします。ありがとうございました。